はいいどうもオックポンでございますようやくですね、ウォービットの方が上場しました。でですね、こちらランキングの方にも、早速もう出てるんですよ。で、何位なのウォービットっていうとこじゃないですかね。で、69位ですうーん。時価総額ランキング69位で、ノアの方が若干上というところでございますんで、まあ、こちらね、覗いてみてください。 でですね、ウォービットに関して私、トークン確認するどころか、あまだね、KYC の審査検討中っていう段階になってまして、えー、付与されてないです。で、エンドロイドもね、重ねてこちらね、えー、KYC が済んでないので、えー、今ですね、えー、たった今これ、えー、KYC の方ではなくて、メールの方ね、問い合わせをしてます。はい。 で他にもですね、レンドロイドの件に関しては、まだね、私も届いてないっていう方がいらっしゃいますので、えー、まあ、これ、この件については、実は私のツイートの方にご連絡をくださっている方がいらっしゃって、リプラリューとーほにゃららっていう方がね、 えこちら、あ,ありがたくですね、えー、連絡をくださってます。レンドロイド申請できないときは、私のコテツイートを参考にしてみてくださいというところで、まあ、こちら、覗いてみてください。何かね、いいヒントが出てくるのかもしれないです。はい。ねえー、でうん、次です。 来週ね、ビットフライヤーが業務停止になるんじゃないかっていうお話が実は出てます。で、これね、出所何なのって、なんかね、あんまり綺麗な話じゃないから、で、ちょこっと見てたら、おそらくこれじゃないかっていうのがありました。で、昼の11時半に暗号通貨取引交換所の偽サイト対策、過半数が不十分。 っていうねニュースが出てまして金融庁に登録済みの暗号通貨交換取引業者11社のうちフィッシング詐欺対策が不十分な業者が6社あることが筑波大学や野村アセットマネジメントの調査で分かった最悪の場合利用中にパスワードなどが盗まれて不正に暗号通貨が引き出される危険性があるコインチェックの巨額流出事件を受けて 業,業者は安全性の対策を強化しているが対策の対応の遅れが目立つっていうねでおそらくこのなんだろうなあ詐欺対策が不十分業者あ6社っていう部分のここから引っ掛けて先ほどのね えー、ビットフライヤーの業務停止になるかも来週っていうところでお話が出てるんじゃないかなと思いますんで、まあ、こちらですね、えー、ご興味がある方は何かで、ね、見てみるといいと思いますただ、あのー、私も若干資金が若干っていう額でもないんだけども 1>, 1ヶ月は生活できますから、1ヶ月、2ヶ月ぐらい生活費になるのかな、3ヶ月ぐらいになるな、でそのぐらいの金額が入ってますので、まあ、それね、えー、入ってることにね、えー、が若干かって言ったらギャッ、若干じゃないからで、これに関してはですね、非常に私もビクビクしてるような感じですよね。 ままあまあおそらく動かしはしないでしょうけど様子を見ながらねえそのまんまスルーするんじゃないかなと思いますけどもこれは本当にどうなってくるのかっていうのは若干やっぱり不安です。うん 心境は不安でございます。でですね、えー、話は変わりまして、世界規模の暗号通貨イベント、14日から、ね、開催するよって、毎回のように14日過ぎてから言ってますけども、で昨年は BTC が66%上がったっていう話も毎回伝えてます。で、これに関してですね、今のところ挙動がないんですよ。うん、で 挙動がないのと、ちらっと見て、今、記事を探したんだけど、見つからなかったのが、ビル・ゲイツさんが、実はビットコインに、今のビットコインであれば、ショートをかける。要は、下がると思ってるから、あショートをかけるよっていう、なんかそういうね、記事、記事があ見たんですよ。だ記事なので、何とも言えないですよ。うん。面白おかしくね。えー、やって、それで売ってくるのが、やっぱり記事なんで、週刊誌もそうですから、 あまあ、芸能界の方芸能人の方を叩いてみたりとかね え浮気だとか離婚だとか結婚だとかねそういったものを何て言うのかな面白がってっていうのも両方とも仕事だから何とも言えないとこなんだけどもあのそれが商売ですからねえ記者のうんだからあ,のああいうのでの記事でビル・ゲイツさんのそのビットコインショートっていうんであればそれはそれで問題だと思うので拾わなくていい情報なのかなと思うんですけども本当にそのビル・ゲイツさんがショートっていうねビットコインが下がるよって いう見解で見てるんであれば、これはあちょいと気にしなきゃいけない部分なのかなとも思います。うん、なので、まあ、こちらの詳細っていうのをなんかああで手次第ですね、お話をしようかなと思ってます。はい、これで言いたいことは全て終わりました。でですね、こっからちょいと余談なんですけども、これやった欲しくないなっていうところで、えー、今朝方ツイッターの方に私まあ、リツイートをして。 えー、コメントを載せてね、載っけたものがあるんだけども、そのニュースの本体のね、えー、お話が出てまして、こちら、あシェアというか、これ、まあ、考えさせられるね、えー、問題だと思う。問題、私にしてみたら問題なんですよ、これ。大学無償化の対象っていうのが、世帯年収380万未満目安に検討っていうのが出てます。で、低得所得者世帯が、あまあ、高校の無償化、あ制度設計、えー、議論する、 文部科学省の専門家会議は15日、対象となる世帯の年収の上限について380万円未満等を目安とする方向で検討に入った専。専門家会議は詳細を詰め、政府は6月にまとめる経済財政 運営の基本方針、骨太方針の内容を反映させるっていうのがありましたけども、これ何が問題だっていうのが、私が思ってるのかっていうと、このまず、日本の教育が洗脳である。で、これが一番大きな要因です。で、次にあるのが、 あーそれに関して、えー、無償化とかね、で世帯収入がうんぬかんぬんでつけて言うんであれば、ほんじゃお金どうすんのって、お金、もともとかかってるものがゼロにはならないわけですよ。わかりますよね。で これは何を言ってるのかっていうとまあだから授業料を免除するのは反対だっていう話なんですよまずね。で税金を洗脳教育に搾取されるのは納得できない。そんなことより小中学生から金融教育をすべき。 っていうのがそのおまあツイートに対して絡めてねリツイートをしたんですけどもでその下にまたコメントで入れたものがあるんですよ。それは固定相場給料,給料はもう崩壊していることで人件費高騰は急速に企業は設備投資を促さないと会社が潰れてしまうことを意味している。 変わらないものに固定費を出すならばあ企業は設備投資をすべきしないと生き残れないところまで人件費の高騰は進んでいる天下り先を作るのは勝手だが自分だけの持ち物でやってほしいっていうのはこれは本当に淡泊なあ意見で、えー、もっと私の頭の中にある率直なものなんですよで天下り先って何なのかっていうとそういうものを機関をね その安くしろとかなんとかっていうものをやるんであれば絶対なんか作るんですよそこに絶対作るんですよでそれがあ何々町まあまあこれであれば文科省の方の持ち物となってでそこに人が割り振られるんですよで割り振られるとそれが税金で賄わなきゃいけない期間が1個できちゃうんですよ、うん、全部そうなんですよ 大体こんなものは、本来であればいらないんじゃねっていうものをどんどこどんどこ作って、天下り酒を作って、で税金を搾取されてっていう、わけわかんない税金の使われ方がここでされちゃうわけですよ。であれば、本当に民間のものをね、そこまで言うんであれば、本当に小中学生からね、金融教育をして、で民間の持ち物として、民間のね、 何、えー、て言うのかな業,業者ってのも変なんだけども入れてでそれでやった方が絶対効率いいしで金融教育をさせるってことはどういうことなのかっていうと何本か前にお話をしたんですけども株もやったことない,いお金は貯め込んでるうーで結局雇われてるっていう立場から言ったら部長も社長も何も一緒ね で一番てっぺんにいるのは株主だよっていうそういう認識がまず分かってないで自分の持ち物じゃないからひっぱたいて壊してる管理職も私は見てるね実際見てるんですねでそういうのを見た中でそもそもさっきの話に戻ると金融教育がなってないんじゃないかっていう話なんですよ 自分の持ち物だから会社の持ち物だから俺関係ねえっていう感じで引っ張いて壊してる。本人はそういうつもりはないんだけども私が見ると明らかに非力なものに強力な力を加えてるっていうのも当たり前にしてるんだけどもそれを強力な力を加えるってこと壊れるってことだからそれが認識されてないんですよ。うん、本当ですよ。 でそういう人たちの根本にあるのは道理が当然分かんないっていうのはあるんだけどもお金っていうものをここにかけてるんですよねってで自分たちはくう会社の利益を最大化するためにいるんですよねってなんで最大化さするためにいるのかっていうと株主っていう存在があってそこに配当を入れなきゃいけないしお金を入れてくださってるその株主様に対してですよ 様っていいいうののももななな言い方なのかもしれないでも立ち位置的には社長より偉いのが株主なんですよ。偉いか偉くないかって言ったら上下関係で言うのであれば株主がいて社長がいて株主がいて会社があってその枠の中に社長がいてで、えー、どん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 こう連なってって、えーまあ、バイト。 っっってていうとところまでずっと連なってくるんだけども、まあ、私からすれば社長さんもバイトさんも平社員も一緒なんですよね立ち位置的にはね、うん、見方としてはでそのおその部分がまずよく分かってないんですよ。でそ,そういう人たちがいるっていうのは何でいるのっていうとまさにこの部分だと思ってて金融教育ができてない。 で上下関,連関係がうんぬんかんぬん言うんであれば、じゃあ、会社ってそもそもどういうものなのとかあ、ステークホルダーとか言うけど、まあ、あの取引先とかね、お客様とかね、で逆に働いてるくれる従業員とかで、本当に関係してるもの、地域だとか、で税金を納めるから、それに対してやっぱりこう、なんていうのかな、賄ってるものってあるじゃないですかね、道路だとか。 あなんだろうなランドセル地域によってはランドセル配ったりとかねで、まあ、年金にしてもやっぱりねそうだと思うしうんまあまあそういったもので賄ってくんだけどもそういう理屈がまずもって分かってないんですよ、うん、でこれは高学歴に行くから分かってるの分かってないのってのはもう関係ないんですよ関係ない、うん、で本当関係ないんですよで あのそういう部分っていうのをもう小中学生あたりでちょうどやっぱ10歳ぐらいあ4年生か3年生ぐらいからちょいちょいかいつまんでえなんていうのかな構築させるっていうことが必要なんじゃないかなとなんでなんだろうこれはどういうことなんだろうってこれでいいんだろうかっていうその考えさせる力っていうのを嫌でもその考えさせる力っていうのをいやでもその リスクとリターンみたいなものをちょいちょいかいつまんで教育をしてって、まあ、中学あたりにではですね株式がどうなのかとかね、まあ、暗号通貨はどうなのかとかとにかくその相場のことに関して触れ,触れるっていう、まあうんまあ、できたら株の取引ぐらいできるぐらいの 少なくても座学を仕込む、仕込むべきだと思うし座学ではなくても本当と iPad とかでなん、えー、だろうなあなんていうのあれんだからお金を入れないんだけどもその数字上でやり取りをして上がった時に売って、えー、下がった時にい、まあ、買い値が100円のものを80円で売ったら20円、うん、うーんとうーんなんだ、えー、負ける。 うで120円の時に売れば20円勝つっていうねそういう,そういう数字のやり取り仮想空間で、ね、仮想空間でそういうことを仮想資金っていうのかなあそういうものでやるっていうのは本当中学ぐらいでそういう株のね取引の運の観論っていうのを教えるべきじゃないかなと思うんですよ。でそれをやるとし必然的にあお金ってこうなんだっていうのが分かってくると思うんですよね。 うん、分かってくると、これが非常に国民にとってもいいわけですよ。学歴じゃないからね、お金の管理っていうのは絶対。うん。学歴は関係ない。うん。絶対関係ない。そのポジションをどれだけ取ったかっていうのが関係してるんであって、えー、だからお金に困ってお金を稼ぐとかね、自分自身で0、1で稼ぐとかね、えー、そういったことをやることによって認識っていうのが高まる。絶対そこ,そこだと思うんですよ。だから、 この教育がどうのこうのって本当にね大、大学に行くとかね、高校に行くっていうのが必要なのかっていうと、これはまあ、私はあ必要はないと思ってる。正直ね、正直必要ないと思ってる。うん。ね。えー、なので、まあ、ここに関してはですね、本当、そこの部分が最初なんじゃないかなと思うんですよ。うん。うん、無償化とかね。 380万円以下、どうするとかって言うんとかであれば、ひょっとしたらその380万円以下にしちゃったら、逆に稼がない方も出てくるかもわかんないですよ、ご両親で。うん。ね。380万円以下であれば、んよく考えてよ、あなた。380万円以下であれば、無償であれば、ここ稼いでも、稼いだらそれ以上100万円ぐらいかかっちゃうわよと。ね。何十万円かかかっちゃうわよ。であれば、 もう380万円以上稼がないでそのまんまいた方がまるにとってはまる子にとってはまる王にとってはいいよってで私たち家計も傷まずに自分たちも好きなことをしながら生活をできるんだからそれがいいんじゃないかと思うんだけどどうあなた。 うんそうだねそれだったら稼げない方がいいよねそうでしょいいこと私言ったでしょみたいなねそんな会話になってしまって本来稼げる力がある人たちまでもが収入を下げざる下げる方向に思考が働いて国の何て言うのかな資産価値っていうのが国力が低下するんじゃないかなと思うんですよだからそういう縛りっていうのは設けない方がいいんじゃないかっていうのがまあまあそれもあるんですよ だどう、どうひっくるめても、これはもったいないんじゃないかなと思うんですよ。これをやるっていうのは。うん。だからね、まあこれ本当余談なんだけども、ちょっとこれ考えたいよね。これみんなで。ね。本当考えてもいい議題なんじゃないまあ会社でも学校でも。これは考えてもいい議題だと思うので、ちょっと上げさせていただきました。ね。えー、ちゅう,うな感じで、えー、本日はお開きにしたいと思います。それでは、素敵なコインライフをお送りください。